アメリカンドリームはあるのか。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、先日10日間ほどアメリカのサンフランシスコ、ニューヨークを訪れまして、いろんな企業で視察してきたんですけども、アメリカンドリームって言葉ありますよね。例えば経済的に豊かじゃない家庭に生まれたり、あるいは人種的な問題を抱えていたり、そういういろんなハンディキャップを持っていても、例えば分かりやすく言うとプロ野球の選手としてすごい活躍したらですね、年収何億円とか、あるいは何十億円の収入が得られるみたいな、そういうのがアメリカンドリームというふうに言われておりますよね。それって今の時代もあるのって多分ね思う人もいると思うんですけど、この間アメリカ視察に行った時にある会社を訪れたんですけど、それハニーブックという会社です。それはどういう会社かというとですね、アメリカの結婚式って自分たちでやるんですよね。自分たちが自分の友達が手伝ってくれて、会場を手配したりとか、お花を手配したりとか、カメラマンを手配したりとか、ケータリングを手配したりとか、お手製で結構やるんですけども、いろいろ手配したりするのは結構大変なんですよね。それをマッチングサイトみたいので、こう業者がいっぱいあって、カチカチカチっとこう選んで簡単にコーディネートできるという、そういうサービスですね。つまり結婚式をしたい人と写真家の人とかケータリング会社の人がこう登録してもらうマッチングサイトみたいなものを運営している会社がハニーブックっていう会社でですね、これがすごい急成長してまして、創業3年目でですね年商80億円っていうんですよ。想像もつかないぐらいなんですけども、でその創業者の方とちょっとお話をしてきたんですけども、面白かったですね。非常にエキサイティングですね。でその会社がどのぐらい成長してるかっていうとですね、創業1年目の年商を今2日間で稼ぐそうです。だから成長率でいうと150倍ってことですかね、3年でそのぐらい成長してるってことですね。でその創業者の方って何やってたかっていうとですね、テルアビブでバーの店長をしていたっていうんですよ。奥さんがプログラマーなんですね。で奥さんと話をしてて、こういうサービスあったら便利だよねっていうところから始まって、じゃあ作ってみようかっていうことでですね、イスラエルのテルアビブからアメリカに出てきてそれをやり始めたら、これがニーズがあったんですね。やっぱりみんな面倒だと思ってたわけですよ、そういう結婚式をやってた人たちはですね。それがこう簡単にできると、そこにネットワークみたいなつながりがありますので、信頼できる人を選べるっていう、そういう仕組みがあるんですよね。そういう SNS 的な仕組みといいましょうか、そういうものが組み込まれておりますので、そういうこともあってすごく大人気になってるんですね今ね。どうしてそんなに増えるんですかというと、勝手に増えてますっていうような形なんですけども、すごくいいものをみんなが欲してるサービスをポーンって出しただけで、勝手にそれだけ年商80億の企業まで行ってしまったと。でその勢いたるやもうもっともっと伸びていきそうな勢いで来てるわけですよね。アメリカのそのスタートアップ、ベンチャー企業ですね、スタートアップ企業って言うんですけども、だいたいこう上場まで行くとですね100億円とか、場合によっては数百億円っていうお金が手に入るんですね。その株式の総額でですね100億のお金が手に入るわけですよ。でその会社は現時点で年商80億ですから、上場するかあるいはどこかに買収されるか分かりませんけども、まあ、その方は多分莫大なお金をですね3年か5年後か分かりませんけど、近い将来手に入れることはほぼほぼ確実じゃないかなと見てと思ったんですね。これをアメリカンドリームと言わずして何というのかという話ですね。アメリカ人でもないわけですよ、イスラエルの方ですからね。外国から来てそういうふうにビジネスを立ち上げて、そこまでできるということなわけですね。こういうチャンスっていうのがあるのがアメリカでございます。私はそれを見てすごいエキサイティング、興奮しましたね。あ、こういうことってあるんだっていう。だから私たちって年収今もらってる給料を見てね、来年はこのぐらいになるよねっていうようなことでしかイメージを持てない。3億円の宝くじを当たるぐらいがせいぜい私たちが考えるリミットじゃないですか。100億円のお金を手に入れることができるんですよ。でそれができそうな人と実際に話して、でそんなにとてつもないことをやってるわけではないわけですよね。そういった時に私なんかももっと自分のアイデアをね形にしていくと、あ、面白いことが起きるそうだなっていう風に自分の中でのリミッターが外れたっていうね経験をしました。まあ、 若い人なんかはですね、だから日本にいるっていうこと自体がリミッターですね、ある意味ね。だからそういう風に海外に行ってチャレンジするっていう選択肢なんか、私は若い人はもう絶対考えるべきだと思います。あるいは前私なんかは海外に行って勝負しようというのはちょっと年を取ってますので、日本の中でもそういう発想というのはできるので、せいぜいこのぐらいしか無理だなと思ったらそのぐらいしか行かないんですよね。だからもっと物事を大きく考えてですね、無限の可能性がある、私たちは実は無限の可能性があるんだということを、まあ、今回アメリカに行ってですね肌で感じて刺激を受けて帰ってこられただけでもですね、すごいいい経験をしたなと思っています。あなたにも無限の可能性がありますから、自分で自分の限界を決めるっていうのはねやめた方がいいんじゃないかなと思います。